あらみさん、こんにちは。ゆずひこです。では今回なんですけども、ファインペイの使い方、現金でチャージ、そして決済までということで、今回はサムネには初めてのファインペイということでしたが、これまで何度か使ってまして、またチャージするタイミングがあったので、それを今回は動画を撮ってきました。まずそれでは実写の動画からどうぞ。チャージ現金でお願いします。はい、ということで実写の動画でした。今回ですね、僕は100ポイント当たるロッテのアイスソーとアイスコーヒーの S サイズを頼みました。ちなみに見事にですね、ロッテのアイスソーに関しては100ポイントは外れました。まあアイスコーヒーに関しては、左側の画像のようにファインペイのアプリにコーヒーのスタンプがあるので、こんな感じに貯まります。ちなみに現在は3つ貯まっていて、7月1日から7月の31日までの間に5個貯めたらコーヒーが1杯無料となります。そしてまあ実際に今回ですね、チャージをして決済した率直な感想なんですが、やっぱり現金のチャージをするときにはなんだかこう引っかかりがありますね。緊張するかなんというかっていう感じですね。やっぱりこう銀行口座と連携してくれた方が、やっぱり個人的にはめちゃくちゃ助かりますね。いずれ無料送金アプリのプリンがファミペイで使えるようになるみたいなので、まあそれを気長に待ちたいなと思います。ちなみにチャージと決済には同じ効果音が流れます。ということで今回短めでしたけども、ファインペイのチャージから決済までの動画でした。ご視聴どうもありがとうございました。